エズリコショッピングセンター。パルトは、岩手県北上市にある、ショッピングセンターである。運営主体は、共同組合エズリコショッピングセンター。イオにエズリコ店を各に80の専門店が立ち並ぶ。店舗面積は22,584平方メートルで、北上市に岩手県6位である。当時、人口わずか8,000人のエズリコ村に、 ショッピングセンター建設の構想が持ち上がったのは1973年のことである。江釣り地区に東北自動車道のインターチェンジ建設計画が出てきたことがきっかけであった。現在の共同組合理事長である高橋幸元が中心となって、村内外の零細小売業者が結集し、SC 調査研究の視察、自主勉強会、知見者交渉、組合委員募集、 ゼネコンの交渉等と準備を進めた。国の高度化事業による小売商業店舗等、共同化事業も導入したが、このショッピングセンター計画に対し、エズリコ事件と言われるほどの反対運動が起き、当時の大田放火で全国初の広域商業活動調整協議会が設置され、協議が行われた。このような数々の試練、経験を乗り越え、各店舗に、 岩手県第1号店となるジャスコを迎え、国内としては4例目の地元主導型ショッピングセンターとして1981年12月5日に開業した。店舗のスクラップビルドを積極的に行うイオングループであるが、当ショッピングセンターに進出したジャスコエズリコ店は開店25年を超え、ショッピングセンターとしても2009年4月24日に、 オープン日から数えて1万日を達成した。なお、組合理事長の高橋幸本は、現在日本ショッピングセンター協会の副会長を務めている。ありがとうございます。